コメリカパークはアメリカのミシガン州デトロイトにある野球場 MLB デトロイトタイガースの本拠地であるタイガースタジアムの老朽化や駐車場の狭さが問題となったためデトロイトのダウンタウン再開発の一環として新本拠地として建設されたコメリカ銀行がネーミングライツを30年6600万ドルで買い取り球場名はコメリカパークとなった NFL デトロイトライオンズの本拠地である、ホードフィールドが隣接し、NBA デトロイトピストンズ及び NHL デトロイトレッドウィングスの本拠地、リートルシーザーズアリーナも近くに位置している。大リーグの本拠地球場の中で、外野が最も広い球場の一つ。三塁打が多く本塁打が出にくい。球場オープンから3試合本塁打が出なかったが、 これは1990年以降にオープンした大リーグの球場では初めてのことだった。あまりに広かったため2003年シーズン終了後に左中間を395フィートから370フィートへと変更した。タイガースタジアムからの伝統としてフェアグラウンド内の中堅フェンス手前にフラッグポールが立っていたが前述の通り左中間フェンスを手前に出したため今は フェンスの奥にある。また、ホームプレートは、タイガースタジアムで使用されていたものを引き続き、使っている。ブルペンは、右翼フェンス後方に二段式で備えられていたが、2005年シーズン終了後に、左翼フェンス後方、かつてのフェンスと2003年シーズン終了後に前に、出した新たなフェンスとの間へ移動した。右翼のブルペン後には950の座席が、新たに設けられた。 タイガースの本拠地ということで、場内の至るところに虎の像がある。左翼スタンド後方のスコアボードの上にある2頭の虎の像は、タイガースの選手がホームランを打つと目が緑色に光る。また、1塁側スタンド裏には回転木馬ならぬ回転ギトラ、ビッグキャットコートがある。なお、東急場ではタイガースが3塁側を、 アウェーチームが一塁側を使用する形式が取られているコメリカパークメインエントランス。ありがとうございます。